どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ヒルトンからですね2021年のステータスなどに、ね、関するメールが来ましたので、こちらについてですね解説やっていきたいというふうに思います。私もですね今ヒルトンホテルのヒルトン成田にですね宿泊させていただいておりまして、ちょっとねこんな感じでいつもとね雰囲気が違うと思うんですけども、本日はねここから動画ね撮っていきたいというふうに思います。でですね、皆さんねこちらのメールね来ましたかね。私はいつだったかな、10月の27日ぐらいにね到着してたわけなんですけども、内容がね全部英語だったんでちょっとね後回しにしてたわけなんですけども、結構ですねすごいことがね書いてあったというふうになりますんで、ぜひねこちら最後までね見ていただければなというふうに思います。ではですね、今回のメールの内容に関してはですね、こちらですねもう公式サイトにですね書かれておりますので、概要欄にねこちらの公式サイトね載せておきますので、そちらね見ていただければなというふうに思います。ではね、今回のメールの内容なんですけども、ポイント有効期限についてとステータスについてと、マイルストーンボーナスについてですね書かれているっていった形になりまして、まずねポイントに関してなんですけども、有効期限がですね2021年の12月の31日までね延長するということで、来年のね12月31日まではポイント自体はですね失効しないっていうことがね発表されたっていった形になっております。次ね、ステータスに関してなんですけども、2021年の1年間に関してはですね、ステータスにね必要な宿泊滞在ベースポイントがですね通常の半分で OK っていうことがね書かれておりました。本来ですねシルバー会員であれば4回の滞在または10泊またはベースポイント2万5000ポイントのね獲得っていうふうになっておりまして、ゴールド会員の方はですね20回の滞在または40泊の宿泊ベースポイント7万5000ポイントの獲得っていうふうになっておりまして、ダイヤモンド会員の方はですね30回の滞在またはですね60泊の宿泊または12万ポイントのね獲得でこのねステータスが維持できるわけなんですけども、これがですね全部ね半分で OK ということで案内がされてるっていった形になります。ですのでシルバー会員であれば2回の滞在または5泊またはベースポイント1万2500ポイントで OK ということになりまして、ゴールド会員の方ですね10回の滞在または20泊または3万7500ポイントの獲得っていった形になります。ダイヤモンド会員の方は15回の滞在または30泊の宿泊もしくはベースポイント6万ポイントでねステータスが維持できるっていった形になっております。かなりね大きい特典だなっていうふうに思うわけなんですけども、2020年10月現在ですね宿泊実績が2倍になるキャンペーン、またねステータスマッチを行うとですね9泊でダイヤモンドステータスね慣れてしまうっていう感じになるので、今現在からするとですねお得度はね下がるかもしれないっていう形にはなるわけなんですけども、普通に考えたらですね半分でステータスが獲得できるというのはですね、かなりね大きい特典だなっていうふうに思います。またですね2020年にステータスを保有していて2021年にダウングレード予定されている方に関してはですねダウングレードせずにですね2022年の3月31日までね現在のステータスが維持できるっていうことも発表されました。こちらねかなりすごいですよね。ステータスの延長がね発表されたということで、これもねダウングレード予定されている方であればですねかなりね大きい特典なのではないのかなっていうふうに思っております。次にねマイルストーンボーナスに関してですね、マイルストーンボーナスって何ですかってね思っている方いらっしゃるかと思うんですけども、1年間のね宿泊数によってですねよりねポイントがもらえるっていう制度になっているわけなんですけども、本来ですね40泊すると1万ポイントがもらえて、その後ですね10泊ごとに1万ポイントがもらえるっていうサービスになっております。またですね60泊すると3万ポイントのねボーナスがもらえるっていう感じになっておりまして、これに関してもですね2021年に関してはこちらもですね半分でもらえるっていった形になりますので、本来ね40泊のところは最初はね20泊で1万ポイントがもらえるっていった形になっておりまして、その後に関してはですね10泊ごとに1万ポイントがねもらえるっていった形になっております。それでは次にですねダイヤモンドステータスの方がゴールドステータスにね
ギフトを付与することができるということで、2021年に30泊滞在したダイヤモンド会員の方はですね、家族や友人の方にですねゴールド会員を付与することができるっていった感じになっております。こちらはですねかなりハードルが高いっていった形になるわけなんですけども、以前はですねこちらも倍のね滞在が必要だった特典っていう風になりますんで、まあ、半分でね利用できるっていった形になりますので、かなり大きいのかなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルから来たメールの内容についてね解説させていただくっていうねちょっと稀な動画だったわけなんですけども、こちらねもう公式サイトの方にですね書かれておりますので、もしね確認されたいっていう方はですねそちらからね見ていただければなというふうに思っております。またですね2020年10月現在はヒルトンホテルのですねステータスマッチね行っている方に関しては、今日ね紹介した内容っていうのはねそこまでね特典ないのかなというふうに思うわけですなんですけども、まあ、そうでない方はですねかなりねいい発表だったのではないのかなっていうふうに思っております。でですね先日、ダイヤモンドステータスね9泊でなれる方法っていうのをね動画で解説させていただいたわけなんですけども、宿泊実績はね今2倍になるキャンペーンが12月31日までね続いておりますので、承認後ね90日以内にですね9泊でダイヤモンドステータスにねなれるわけなんですけども、こちらもですねこれからステータスマッチを行ってねヒルトンホテルのですね修行ね検討されている方はですね、こちらね調整すると年内にねダイヤモンドステータスになった方はステータスのね有効期限が2022年の3月末までっていう風になるわけなんですけども、こちらですねステータスマッチをした後の、まあ、9泊に関して、まあ、本来18泊なんですけども、まあ、今はね宿泊実績が2倍になってますんで9泊でね利用できるわけなんですけども、こちらダイヤモンドステータスにね獲得する最後の日をですね2021年以降に達成するようにするとですね、ダイヤモンドステータス自体がですね2023年の3月末までね利用できるっていった形になりますので、もしねこれからヒルトンホテルのステータスマッチを行ってヒルトンホテルのねダイヤモンド収容ね検討されている方はですねちょっとね調整していただいて利用してみていただけたらなというふうに思います。まあこれだけでね1年間ね有効期限がね伸びるのであればかなりね大きいかなというふうに思いますので、この点もね覚えておくようにしてください。で調整するっていった話をしたと思うんですけども、この調整の仕方としては2020年に関しては宿泊実績はね2倍になるキャンペーンが行われておりますので、2020年の間に8泊してもらうっていった形になります。そうすると宿泊実績が2倍になりますので、ここで16泊ね稼ぐことができますよね。で2021年になったらですねプラス2泊するとこのねステータスマッチの後のですねダイヤモンドになる条件である18泊っていうのはですねクリアできるっていった形になりますんで、こんな感じでねこれから利用される方はですねぜひね狙ってみていただきたいなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。